続いてる配信。とりあえず鉄とあれをいっぱい作らなきゃいけないっていう話になったんだよ。炭が足んねえなっていう話もなったんだよ。でじょーん。でじょーん。でじょーん。9時になった。作物買いに行こう。今日スーパー大規模農場にするからな。選択肢出た後さ、ググったりするとさ、メインに戻った時さ、クリックしちゃうから危険だよな。この上のウィンドウのとこ掴まなきゃいけないな。秋って感じ。 Looking for eggplant I would be eggplant なんかあったっけ。持ってないわ。くださいな。かぼちゃ、爆鳥い、爆鳥いってなんだろうな。いや、おいしい。クランベリー、サンフラワー、ひまわり、フェアリーシード、グレープ、あ、ブドウだ。ミスった。ちょっと待って、OBS がまたどこ行った。エッグプラントシード売ってるやん。けど育てても間に合わないからな。あれ2日とかだからね。あ、季節によってこれフローリングとか別の売ってくるんやな、これ。ナスビのことだったの、エッグプラントって。ナスビだこれ。あれコーン売ってる。サマーかフォール、あ、秋までいけるのね。これコスパいいね、コーンは。フォールテイク13デイ。コンティニューとプロデュースアフターファーストハーベスト。始めたばっかの人におすすめですみたいな。フォーデイ。50円でフォーデイ。野菜の英語学べるゲームすごい。なあ。これパンプキン無双でいいんじゃないか。やっぱこの時期パンプキンでしょ。でワインも作るから作れるか知らないけど、え、ちょっと待ってよ。12345678マス、あ、 3×3 で9マスだから、8マスプラス何ぼ ?123 やろ。12345だよな。センターで要求されてるものも見たら2524か。センターめんどくさいからいいや。とりあえずお金貯める。センターは後回しでいいかな。40、だいたいそういうの後回しにするからめんどくさいことは、とりあえずやりたいことをやる。プラントズインフォールテンデイ、クランベリーアンドコンティニューファースト。あれ、これええんちゃん。240円やん。クランベリー無双始める。クランベリーはこれ、ちょっと待てよ。ブドウは多分通過できないから、別にちゃんとブドウ畑みたいにしなきゃいけないと思う。こう縦と通り道作んなきゃいけないと思うんだ。だからスプリンクラーは向いてないかな。外に置くんか。あ、わかった。ここに8箇所を8箇所にクランベリー埋めて、でその周りにブドウで囲む感じにしたらいいんじゃん。だから5、5、4、9、13、17個ぐらい買うわ。あ、ちょっと待って、これあれだな、割に合わんな。ちょっとお金ありすぎて育てきれないかもしれない。
ちょっと待てよ。7、8、これで1マスでしょ？で、友達のロダ君応援せんの？せん。クランベリーは1、2、3、4、5。で、ちょっとお金余らせた方がいい。いや、ぶどう、かぼちゃ無双もした方がいいから、これでいいんじゃないか？よし。今日は農作業しよう。てんてんててんてんててん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 
貯めてあるから、そのためにクソ貯めてるから、そしてボンとか言って、このために夏はちょっと我慢してたから、秋のために俺はね頑張ってたんだよ。鉄できんの遅っ。鉄できんの遅っ。肥料出しとくの忘れないよ。あ、肥料も作らなきゃいけない。肥料は石とこれだったっけ。そうだよね。で、ペロー、クワがねえんだ。クワがない、ね、だいぶ焦る。これがいらん。イディ、外して、これも外して、これも外そう。外して、とりあえずもうお前も死ね。これも殺そう。こんにちは。ここか。ここにスプリンクラーを置きます。ここにスプリンクラーを越冬するためにね、今頑張ってるから。で、これを周りの中心をと耕す。英語なんて読めなくても大丈夫だよ。俺全然読めてないから適当でいいんだよ、こんな。これでちょっとやりすぎたな。これでよくて、ステイングウォーターと水がよく残るんじゃないの。チャンスオブ、だからやっぱこっちの方がいいやろ。これまあ役立たん気がする。だからこっちのベーシックの方をいっぱい作っていいと思う。 This is 行き当たりばったり。これをほんでこうシャッ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 と巻いて、さらにこの周りにもここクランブレイ無双するから。英語できないと女の子と仲良くなれへんで。いや大丈夫大丈夫、いらないから。ここの農業戦士だから、農業高校だから。で、大事なのが、これをこの周りに全部まくことね。で、ブドウ畑を作らなきゃいけなくて、ブドウ畑をこう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 、積んだ。
置けないけど、あそこ、あ、ここいらなかったな、ここ置けないぞ、開けた、で、こう、こう、これで完璧なパターンができたはず、これで全自動農家が完成したはず、一つで、ここは終わって、ちょ、カカシが一人いる気がする、カカシの射程が分かんない、ウッドコールファイバー、ウッドコールファイバーです、カカシの射程範囲分かんねえからな、ウッドコール、違う、これいらんな、ファイ、ウッドコール、ウッド、カカシを作ります。手動、大丈夫、これから全自動になるから、まだびっくりするから、マジかよ、こんな農場は憧れちゃう。よし、これでもう鉄はいらんやろ。で、ちょっと待ってよ、いらんもん、ちょっとこの危ないやつ全部下に下げとこう、これ危ないからマジで。で、これこうやっていて、で、これ松明別にいらん、あ、まあもう、ホエがいる、ホエ出たり入ったり出たり入ったり、で、忘れんうちに水やっとこう、忘れんうちに水やりましょう。声荒れてなくない？けどもうこんなめんどくさいこともね、スプリンクラーさんが全て解決してくれるから。ドラえもんかよ。あ、これ外からやらないからクソめんどくさいんだけど。ブドウ失敗したな、これ。トウモコシ水やってる？これ。あ、やってんじゃねえかよ、もう。それで、ブドウ、ブドウ、あれ？なんか2個余ったんだけど、計算と違う。思ってたんと違うぞ。まあ、ええわ。とりあえず、ここに、かかしを立てる。そして、耕す。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 どんどん耕す。そして全てはスプリンクラーと共に始まるからな。スプリンクラーを置いて、ここが、あ、危ない、かぼちゃ無双する前にこれいっぱい作らなきゃ。よし、多分これでいいはずなんだよね。かぼちゃ無双をまずこの中で始めよう。で、外はこのクランベリー祭り。ほら、あ、エンシェン、あ、あれエンシェントシードだ。あの引っこ抜いたのエンシェントシードだ。もったいね、今思い出した、なんか植えてたなと思って。エンシェントシードどこ行った、もうあってたよな、持ってたよな、全部壊しちゃったっけ俺。あれ俺エンシェントシードまだ2個ぐらい持ってた、あれ爆発したんだっけ、あれエンシェントシードがね、あ、え、あったあった、よかったよかった、エンシェントスタック、エンシェントスタックならず、子供浮いちゃった。結構農作業時間かかったし。ペイ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 。
じゃじゃええんちゃう？なんかそれっぽくなったやん。ええがな。ええがな。帰ろう。いや、ちょっと木切りに行くか。キノコ、じゃあ、引っ込みに行かなきゃいけないのかな。やるんだったら。コン。カン。シャッ。シャッ。木が足んねえんだよな。圧倒的に木が足んねえんだよな。かわされる可能性もあるよな。なんか暗くなると不安になるからすぐ帰っちゃうんだよね。暗いし、この家。暗。暗すぎるやろ。ちょっと暗いのは嫌だな、怖いから。なんでこんな暗くなってんの、これ。これでいい。マインクラフトみたいになってきたし。もうええわ。見つくりがひどい、ほんと。これだな。ここにはこれ入れて、蜂蜜、材料入れはここ。基本、上路装備がいいから、このゲーム。おやすみー。そして2日目。いくぞ。なあ、スプリンクラーってさ、こういうことやったん？ スプリンクラーってさ、そういうことだったん？4マスってさ、こういうこと？こことこことこことここしか出ないってこと？クソやん。あれ出てたの、あの水の効果やったんだな。スプリンクラー、そしたらめっちゃ作らないかんやん。貯めて勝つっては何だったのか。結局水やんなきゃいけないっていう。そしたらさ、肥料もさ、水はけ、あ、水はけ、別にいいか。もう、じょうろ作るか、これ。結局やんなきゃいけない。これ失敗やん、この作り方。あ、こうなってる。この辺不自然だよな。不自然じゃない、あれだよな。不親切だよな。見てください。これでもう全自動でクソ楽ちんだとか思ってたら、全然そんなことないんだけど。むしろスプリンクラー邪魔やけど。役立たねえ、これ。所詮鉄1個とカッパー1個の代物だったわ。ここに置いてもな、1箇所しかできないしな。ここに置いて、ここに置いて、そういうことだよな。こことここ行けるから、こことここ行けるようにここに置いて、そしたら次は、ここか？違うな。スプリンクラー難しいな。わあ、これ結構朝体力使うことになるな。キノコ取りに行こう。なんかキノコ取ってき、あ、そういえばあの設置したやつどうなった？あ、なってるなってる。わからない。わ からない。じゃあこれ草やん、ただの。騙された。恥ずかしい。釜をこっち持ってきて。コン。なってる、なってる、なっなっててませんなでい。した。嘘でした。コンコンコン。森にキノコ生えてるでしょ、どうせ。あ、違うし、これ。めんどくさがらないでさ、さっさと変えたらいいんだろうけど、めんどくさくなっちゃうんだよな。
これこんなことならさ、農業、あとまたさ、秋の半分ぐらい農業に持ってかれるんでしょ？失敗したな。スプリンクラーって4ってそういうことか。そうだよな。あんなに手間かからんアイテムでそんな取れたらたまらんよな。捕まえろ。あ、魚屋さん行こうぜ。なんかルアーがうんたらかんたら入れてたし、これこっちが行けたっけ？ルアーだったっけ？ベイトかなんか、バイトかなんか。あ、ハロウィンや。あ、これハロウィンイベントありそうやな。あ、キノコだ。やったぜ。秋の味覚いかないし。普通のキノコだって。キノコ探すか、やっぱり。明日にしよう。今日はキノコの日。釣りなんていつでもできるからな。キノコは一期一会や。松茸ねえかな。生えてねえのかな、キノコって。キノコ見たことないんだよね。赤いキノコだったっけ？なんか持ってきてくれって言ってたけど、それなかったし。生えてないし、意外と。秋の帽子は何ですか？あ、増えてる。ソウウエスター。アチーブメントフィッシャーマン。釣り師の帽子とか。ああ、そういう帽子で職業を主張するわけね、このゲーム。それ以外に主張できるとかないと。見た目変えれねえしな。キノコ思った以上に生えてねえ。あれ、勝手にキノコ生えてくんのか。だってコウモリが勝手に持ってきてくれるってことは、勝手に生えてくるってことだよな、多分。掘れんのかな。帽子、頭が。やねんこれ。なんもないがな。キノコがありまへん。うわ、キノコマジでなかったし。一回釣りしていこう。先に釣りしなかったしな。モンスターボールだよな。あ、ボイってなったのびっくりしたし。帰ろう、体力ねえし。あるけどないし。庭ちょっと整理しよう。動物飼えばよかったな。 ミスったな。また長くつらいファームが始まるぞ、これ。これ何も取れない。あれがマジ嫌い、あの雑。何？たまになんか謎の音するんだよな。なんだよ。切り株か。まめに木集めような。あのトラップ何なんだろうな。夏の間仕掛けてたけど、虫別に入ったわけでもないしな。最後これ着て帰ろう。ペロ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 。もう一個いける？もう一本いける？いいや。危ない危ない。あ、できてる。次何入れようかな。コーンでぶち込んどこちょっと待て。俺は同じ早道繰り返さないからな。2個入れたところでどうせ1個だろうしな。食材入れだ。で、肥料入れ。肥料入れここだったっけ？肥料入れといて。よし。で、これを、おい。加
は使うことないの。これは出荷。そしてこれ上に行こう。キノコ、キノコ生えてくんのかな勝手に。危な、これあれっぽいな、勝手にも入るんだな。そこおっさんが金を振りまいてくれたよな。ここにキノコをまいとくよ。ありがとうね、ありがとうなっす。寝てる間にあれってできるんかな。おウォータリングキャンプロフィなんたらホエ、あ取れるよ、増えんの。ニュークラフトレシピハードウッドフェンス、ハードウッドフェンス、ニュークラフトレシピチーズプレス。いやー残念ながらね、まだ牛がいないんです。ニュークラフトレシピ、あらあれ、クオリティスプリンクラーできたぞ。150円かトウモロコシ、まあ、ずっと取れるからな。はめられたけどスプリンクラー溶かせねえかな。これもマジゴミなんだけど、8タイル、これでやっと四方いけるってことか。無理だけど、リファインドクォーツなんてないけど、鉄もそんなないけど。いやー上位互換マジゴミやん。これでやっとあれやん、この全部やん。これ4、これマジゴミだし。4マスってほんま本当に4タイトルだったね、4タイルだったね。このクソすぎやろ。何作れるようになったっけ。あとあチーズのやつか、あとハードウッドか。マジレベル上がったし、掘りに行くか。もうこうなったら雨だし、なんか収穫できるなら、あ、いけるいける。ノーノーノー、好きあれば食おうとするからなこのゲーム。ほい、 I'd like to give my cow a special treat. They are such good girl and hungry to could you bring me a jiban janja amaranth they live thank you dear。何これ牛くれるの、くれんの、くれよ。ブリングじゃあ、なんかあげたいんか、牛にあげる。ブリング牛の餌よこせって。バンチオブアマランスってなんだ。もらってもな、あれはあそこの牛舎に行かせるための口実やな。牛が食いそうなもんだな。何これアチューメント、あアチューメントで帽子解除されるってことね。そういうことか。もうええわ、わしは冒険行くんや。ちょっと待って、あれがねえな、食い物いらんわ。すぐ帰ってくるし、スプリンクラー立てれるやん、自分ち以外にも。なんか忘れてる気がするんだけど、あ釣りだ、まあ、ええわ。今日体力マックスだからな、これはもう洞窟行くしかねえよ。あまじ斜め移動早くなったの嬉しいな。あブドウ、ブドウ確か入れれたよな。せめて来た時ぐらいはねやろうね。あなんで俺押さえできたか分かったわ、ここにいた時押したからだ。あできるやつが揺れるんだ、持ってたら。あキノコもある、ここ一番簡単そうだよね。ブドウはもうない、ここのやつ全部あったんだけど、いや1個残してあったんだけど爆発死産したあこれ全部いけるんじゃない、全部あった気がする。冬のやつだ、冬になる前にあげよう。あ違うやん、あこれ全部あれスパイシー入れてなかったっけ。
あ、キノコ祭りだ。あ、これ持ってんな。サボテンだ。あ、そうか、だから橋をかい、あ、そうか、全部のとこ解除していかなきゃ進めない感じやな、これ多分。まあ、そんな関係ないんや。わしゃ行くんや。ありったけの夢で。よし。ここだったっけ。あのキノコ取れねえのかな。ちょっと取りたいよな。朝早くから行きます。古事記のおっちゃんいないな。時間早いからかな。チーン。え？やべ、勝てえぞあいつ。パレパレパクレパクパコレコ付近。ダリーなこのダンジョン。これこのメイスの押すじゃちょっと無理になってくるかもな。ドゥン強いんだけど、いくら俺行動力いっぱいあるって言ったかって強い。あいつ物理攻撃無効。そんなことねえよな。ソラーエッセンスゴールド。俺ソラーだって。ソラーってなんか、あ、出た出た。せっかくだから向こう探しに行こう。なんか散った。さっさと次の階行こう。いいいい、おっかねおっかね。これ全部倒してたらクソ時間かかるじゃねえかよ。なんだこれ、行かないんかい。プーンプーンプーン。鉄掘らんでいいか。鉄の無力さを知ったからな。所詮鉄でできるものなんて知れてるんだよ。マクロクロスゲレっておいで。目玉をえぐり出すぞ。コール、あいつらコールくれるんか。あ、なんや、これ誰か死んだ人のあの古事記のじいさんと同じことしてるんだけど俺。死体あさりの無事をって言いになっちゃった。あ、レアモンスターだ。オープーナだ。レアオープーナ出たぞ。俺はシールド使えるんだよ。よし、追い詰めた。あとは切るだけ。剣の強さはこれだよな。きた、強い、強すぎる。金棒だ。リードロッド、やはりレアモンスター大好き。これではかどるな探索が。うら、強っ。うん、2発インバ。問題は、あ、じゃああいつ倒したから出るかもな。おるおる、強い強い、強すぎる。強いけど敵も強い。バイバイコウモリ、バイバイバタフリー。これは真っ黒くすぎしね。お、ラッキー。あ、出た出た。あ、もう55回だ。すげえ早い早い。全然体力減ってないんだけど、やっぱ振り速度遅いのはちょっと、ね、ダメなとこも。あれ、イベントリフルだって。これなんだ、これいらん。何拾った。ジェイドか。何がいらん。はしご運営スプリンクラーいらねー。これもう一個あるから捨ててもいいけどな。高く、あ、バットのコブレの範囲でいいや。何が高く入れるかだよな。早く来いって呼んでるわ、洞窟の神様が。
どこだろうな、はしご。朝一体力全開できてるから、すげえまだいける。きた。挟まってる、怒ってる、怒ってる、顔めっちゃ怖い。怖いけど所詮スライムだからな。特に凝った攻撃してくるわけでもなく、なすすべなくやられていく。かわいそうなやつらだよ。マクロクロスケの親玉だ。ほら、あれちょっと待って、体力意外と減ってるし、敵強いんやなこれ。あんま食らっちゃいかんな。エナジーが余るっていうまさかの展開。戦闘雑すぎない？めんどくさ。いやこれね、あのね、殴った後ね動けないんだ。あのこのこう終わるまで動けないから、次の入力さ入れちゃうと、先行入力しちゃうと振っちゃうんだよね。めんどくさいから、なんかご了承した方が早いこれ。あ、しょうがねえぞ。敵全部倒そう。倒したら出てくるやろ。頼むで、お前にかかってるんやで。頼むで、もう食らいたくない。ああ。基本に立ち返ろう。はしごは近所にある。はしごは近所にあるはずなんだ。これどういうパターンかな。こらぁ！68とか出たけど、帰る。あ、あったし、ここだ。写真 SS 撮っとかなきゃ。やはり近くにあるんだよ。ちょっと待てよ、データ幽霊。けどレアだからな、幽霊は。幽霊倒して帰るか。やべえ、ダメージ食らいすぎてる。ラッキー、ラッキー、ラッキー。もう、そこまで行こう。ペイルグリーンだって。もうこれ食べちゃいい。これ何？あ、ドワーフスクロール2か。持ってるからいらんわ。あ、そうだ、もう行くんだった。はい、どんどん行こう。ゴーゴーゴー。した。体力がちょっと足んないですね。敵がいね。敵倒して降りたいのに。お、敵倒れのやつ。時間がな。ちょっと掘るのやめよう。近くにある法則を信じるぞ。敵が出てこねえ。ここで見放せる。どこだったっけ。こっちか。この辺にあるはずなんだよ。振ってる。あ、ほらね、やっぱり近くにあるんだよ。あと1回。コウモリだ。はしご出せ。いけるな。6時40分。いきた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 。はしご運完璧。ちょっと探検とかできちゃう。これこれ確実に戦闘レベル上がったやろこれ。あ、これリーチあるんやな。右クリックリーチあるわ。おら、が負けそうなんだけど。マジやめろや、頑張れよ。俺は勝ちそうやで。 SS 取ったっけ今。もうどうせ何も落ちてないやろ。行こう。来た。しかしアイテム持てない。
あ、釣りできるぞ。ちょっと待てよ、いらんもん、いらんもん。あら、食べようと思ったのに食べれなかった。剣ゲットしたけどさ、こっちの方が強いんだけど。弱すぎるやろ。ウェイトって何？吹っ飛ばされなきゃなんの？そのスプリンクラーいらんやろ。え？スプリンクラー釣れないです。釣りして帰ろ。確かにな。けどこれ俺とコール使ってるんやで。あんな野に生えてたやつなんていらねえんだよ。ありがとう。なんか釣れたらスプリンクラーと交換するわ。伝説の剣でも釣れねえかな。あ、今日虫倒してねえからあれだな。攻撃速度が速いんやない？早い早い。知らんけど。早いけど弱い。クリットが出やすいんかな。そしたら期待値はもうちょっとあるな。期待値的にはね、平均が7でしょ、 3.5 でしょ、 10.5 ぐらい。何持ちてんだ。誰こんなとこメガネ押してるん。こっちの方が絶対強いよ多分。スピードじゃないウェイトだって。ウェイトってなんなん。吹っ飛ばされなくなるの、それとも相手吹っ飛ばせんの。多分このボロい釣りじゃもう限界なんや、ここ。チーン。しばらく探索できねえな。すごい雨やな。なぜなら体力がないから。体力じゃない、ご飯がないからもう。やっぱね、イベントでいっぱいあるからいいやじゃなくてね、きっちり置いてきた方がいいね。スプリンクラーとか別に1個ぐらいあってもいいやろうと思ったら、すげえ邪魔。クソ邪魔。畑にあるスプリンクラーも邪魔だし。結局水やるからあれいらないし、あれのせいでちょっとやるの効率落ちてるからな。一列きれいにやれるようにすればよかった。結構回の時間かかるんだよね。散々で笑った。フローズンティアあるよ。散々だよ。エンシェントシード割っちゃうし、せっかく芽が出てたのに。スプリンクラーのために何だったっけこれ、もういいやつ。スプリンクラーで全部入るからとか思ってた。そんなことなかったし、あんまいいことなかった。リソース、リソース、リソース。お前何ワームっていうよくわかんないです。リソース、リソース。これ、お供えしに行かなきゃいけないやつだな。クソ、犬クソ邪魔なんだけど。お供えしに行くやつ何だったっけ。ここにはないな。お供えしに行かなきゃいけないやつ全部吹っ飛んだかもな、これ。あ、そんな気がする。あ、あったあった。ここにいっぱいあるんだよ、お供えセット。時空さんの活躍まだない。もうあいつは多分邪魔な犬。何がないか分かんなくなってきた。これどけや。へいへいじゃねえんだよ。どけよ。行く。マジ邪魔、ムカつく。あれどこだったっけ。これな、これ何入れや。マジ開けないけど。クソ邪魔や、あれ。もう寝る。寝たらどっか行くやろ。ポン。4日目。お、え、お、おフローズンティア持ってかなきゃいけないんで、1個。で、
お供え物も全部持っていくか今日は。ほんじゃ株とか花とかお供え物セットは、スノーヤン、あれヤム、ヤム、あ違う、ヤム別のヤムやな、これだいたい覚えた。持ってるもん全部持っていこう。これやろ、これやろ、あんまなかった。ここのやつはないな。釣り用のやつやな。あれ思ったよりないし、クレイもないんだけど。全然クレイはあれか、やられたんか。なんか間違ったの降りるとこ。どこがいたの、こっちやろ。あ、キノコだ。こんなもんかね。とりあえず水やってから申し訳程度のスプリンクラー、本当にありがとうございます。もうちょっと申し訳ない気持ちでいてほしい。スプリンクラーさん、僕のあなたへの期待はすごく大きかったんですよ。この作業がなくなると思って喜んでたのに、結局あるって。スプリンクラー邪魔だだけって。壊してもいいな、スプリンクラー。ここはやってくれるんだな。なんかこれ四隅だけやんなきゃいけないんで、結局この辺もやんなきゃいけないからな。意味ねえんだよ。何の意味もない、ほんま。何の意味もないは言い過ぎやけどさ。ペイペイ。しかもここやれてないからな。もう終わってたんかい。よし。まずコミュニティセンター行って、その後、釣りに行こう。ここにも何かあった気がするんだけどな。あったあった。お、どんぐり？どんぐりかな、これ。ここにあんの忘れてた。あ、海もなんかあるかもね。夏と違ったもんな。そうだそうだ、拾えるもん違うんだよ。動物物語だと。動物物語じゃねえんだっけ、牧場物語じゃねえわ。動物の森だ。牧場物語もそうか。チーズ。ジャジャマートに破壊された。かわいそうなところ。どんぐりもある。お、秋の味覚全部あるやん。あれ、ブラックベリーって今作ってなかったっけ。お、できたね。ウィンター、ウィンターワイ、ウィンター、これあげるやつだ。ちょっと待って。あれ？あれ？これさ、あっとはいいな。え？あ、本当だ。あ、順番関係ないんか。あ、横に押せられちゃうのね。あれ、キノコとかどこだっけ。あれ、キノコどこだったっけ。これ順番にしなきゃ分かんなくない。あ、メイプルシロップとかパインターオーク。あ、あの壺で取んのかな、これ。秋じゃない。これだ、ほんとだ。揃ったぞ。バンデルコンプリート。気球が上がってる。葉っぱ生えた。あ、リワード。キノコだって。秋の種をいっぱいもらいました。え、もしかしてこれ全部やんなきゃ橋直んないの？
What the fuck? あ、なんかいる。なんかいる。秋の精霊がいる。あそこも解放されてる。なんか入れた。ギフト。また出てきた。あれ、海のものじゃない？え、これめっちゃいっぱいあるやん。後からとかのんきなこと言っでてもたらそクこソはめん野どく生さいで生えやん。てるものばかりだから楽だよ。あ、野生か。うわー！グリーンハウスだって。あはは、星つきもある。これは地獄だ。これは地獄めっちゃだ。やること増えたが、まあまあああ、ね。これはつらい。これはつらい。っていうか、全部作らんといかんやん。そしたら、1個だけじゃダメだ。うわあ、マジか。先上や、あのクソ野郎。あら。あらー。ああ、やっぱり、釣りだー。全部やらなきゃいけねえ。あ、やっぱ夜に釣れるやつもあるやん。けど、ここで大体何が、どの時期に何が釣れるかわかるね。スペシャルフィッシュらしい。レアフィッシュを求めてたんか。うわあ、これもう。うわあ。うわあ、帰ろ。うわあ。めっちゃいっぱいある。うわあ。うわあ。うわあ、行ってよかった。いや、行まあかない釣り方のが。報酬はあんまり良さそうじゃないよね。行かない方が良かったかもしんない。そしたら俺は幸せな農場生活をできてたのに。あんな見たら冷たなるガッやん。プン。もうダメだ。心折れた。ええねん。じっくりやろう。別に1年で全部終わらさなきゃいけないわけじゃないから。もう何も売れなくなったんだけど、拾ったもの。っていうか、クオリティ高いやつ5個とかいるってことは、なんか1個だけ育てて、はい、終わりとかでもできないってことでしょ。バイト。これ作まれるたもん、別俺。の揃えたらさらに増えるんやろ？大変そうやな。あ、これないと無理やん。トラウトスープ。トラウトスープ作り方教えてや。ファイバーグラス。いいやん、これ。けど、釣りめんどくせえからな。作ってもできひんやん。結局、金やって。釣りは金ですよ。釣りの優先順位は低いな。良さそうじゃないんだったらいいや。だから、橋修理した方がいいよね、まず多分。そうか、拾わなきゃいけないのか。そっか。あれ大変やな。はよ行けって言ってた理由分かったわ。無駄になったわけね、今までの分が。まあ別にあれやらなきゃいけないってわけでもないからな。あ、しまった。キノコ植えようと思ってたのに。じゃあ、フォールシードだからあれか。畑か、これ。橋よりも優先すべきものあるけどまだ出てないね。ああ、そうなんだ。まあ地道にやっていくわ、別に。もういい、釣りとか絶望したわ。あれお風呂やろな。家あるのに。絶望した。帰る。野生のためだ。何が、もうこれ、はい、植えた方がいいな。もう秋、ちょ待って。PM って昼か。なんかちょっと暗く感じるよね、秋。冬無双、秋無双するために全部植えてくるわ。そういえばなんか受けてたな、俺。28日までなんだな。秋っていうか毒々しいよね。ディメトリス。くそ、あいつのせいで畑植えるのが1日遅れた。ディメトリース、どこです？
持ってくよ、待っててね、ディ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 、デミトリース、いつもならここにいる、いなーい、いなーい、こっちは、あー引きこもり、デミトリースいないです、終わった、帰ろう。この辺歩いてたりするんだけどな、たまに歩いてねえっすね。 GPS つけろよ、町人全員に。エンテとかスイ君でもついてたぞ GPS。 こいつ教えてくれたしない？教えてくんない。あいつ行きそうなとこどこだろうな、わかんねえよ、帰ろう。畑高安さんになります、私。タケコプターこれ飛んで帰れたらいいのにな。10個集めたらタケコプターになるとかならないかな。どうせ蜂蜜も入れなきゃいけないんでしょ。さあやりましょうか。フォエまみれになろうや。作りすぎた。行くぞ、いざ出陣、いざ出陣の時なり。もうスプリンクラーとか関係ないし、もういいよ。好きなとこに植えます。ちょ水だけやっと壊せるうちに。えい、もう水やり大変やで、こっから地獄の水やりが始まるで。けど冬に向けて貯めなきゃいけないからな。貯めて勝つ。3列にしよう。そしたらさ楽じゃんね。三列シートがいいんだよ、バスでも何でもそうやん。ほら三列シートだこれ。そしたら水やるの楽だもん。スプリンクラーとかゴミに騙されたからな俺マジで。基本3列。でちょっとここだけ例外で2列にします。よし、ジョウロ育てよっか、ジョウロ育てよっか、明日ジョウロ育てよ。別になんね、理想じゃないの。ここが野菜とか入ってて、もう何がないか分かんないんだよね。フィッシュ。もう分かんないやつでもここ突っ込もう。こっち側な、こっち側。フォーエがなくなっちゃった。ワイルドパルム。いらない農具。
いらない武器。フローズンティアはお蔵入り。よし、あと食べるものがなくなっちゃったんだよね。ティン、お、なんかできてる。ピクルスだ。ピクルスコーン、ピクルスコーンだって。コーンのピクルスだ。こうホップ入れたらどうなんの。まさかビールできる、これで。ちょっと待って、これいっぱい作ってもいいんじゃないの。ウッド、ストーン、コール。コールがない気がする。ないからやめようかな。じゃあ、これ届いてるか不安になるよな。うわー、これやりにく。これやれてるかわかんねえし、ここ見て判断するしかねえな。水やれてるかどうか。やれてない、やれてない。トウモロコキもやんなきゃ。隅に上げる作業。よしよし、終わった。これ体力めっちゃ持ってかれるんだけど、なんだこれ、なんだあれ、何植えたかそれ覚えてない。水が切れた。あ、できてる、できてる。あ、やっと取れたで。めっちゃ時間かかるんやな。っていうことは、いろんな木に設置しなきゃいけないね、これ。3種類しかない息。これとこれだな。どうやって作るんだっけこれ。カッパーか。木がねえんだよな。外したいけどこれ。えい、しゃれた。次は黄色い木がある近くに。あったあった。この木にもつけたいけどな。まあこれはその今度でよ。ピュー、ピュー。あるな。もう野菜もむやみやたらと売れなくなったっていう。無双とか言って全部使ったら後で困る。水やれてなくないこれ。この木いっぱいあるからな。次やろこれ多分。松やったわ。花粉が飛んでくるんだよ。売れるのは農作物だけかね。いやそんなことないよ。動物のなんか卵とか牛乳売れるでしょ。チーズとかも作れるでしょ。もう動物に手出そう。これは鶏をまず飼うわ。そして牛と手広くしていこう。クエスト、けどクエスト終わらしたところで多分何もないんだよな、あれ。そう考えるともう鶏突っ飛ばしてもいい気するけどな。けど資料の面から考えて、
鶏いいや。マヨネーズ作ろうぜ俺と。野菜できるまでかなり時間かかるし。ピロン。なんだかんだでブロンズも使うし鉄も使うから作っとこう。右クリでも左クリでもこれできるから、それで俺だんだん混乱してきたんだよな。あれ絶対罠だわ。結構取れてるね。あ、じゃあ出したんだ自分で。水やりが苦痛です。あ、そっか、あ、ダメだ、鉄にできねえわ、お金がねえ。マジスプリンクラーとか作ってる暇だったらさっさと鉄のジョウロ作ればよかったな。水やんの足りー。早く大規模農場やりたかったのに。うまくいかないものです。僕クランベリージュース好きです。水足んない。どこに水やったかも分かんなくなってくるっていう。だんだん今やれてるとこにも水あげていこう。よし、ここもか。あれやれてんのか、ここやれてるわ。体力めっちゃ持ってかれるんだけど。10日交換だな。もうここの穴マジムカつくんやけど。けど次まで結構な時間かかるからな。しばらく冒険を預けだしな、これ。こんだけ体力使ってたら無理やで。伐採してよ。農場どこに作るかだよな。場所だよな。この辺でいいか。あんま遠いとめんどくさいんだよね。けど近いのは農場の方がいい。あ、ここでいいや、ここでいいやん。けど家拡張する可能性あるよな。家でっかくしますかってやったから、やっぱり開けた方がいいな。この辺かな、この辺にするか。あ、けどこれがあるからな。切り株があるからな。畑の真ん中で吊るししたい。吊るし？切れないんだけど、これのせいで。問答無用じゃい。1日だし、どうせこれめっちゃ時間かかるよ。見えるところに置いときゃいいだけの話だから。これとりあえず木でも集めとくか。絶対足んないからな。向こう側に倒れるのやめてくんない？なんか俺ちっちゃいの切ってるつもりなんで、でっかいの切ってんだこれ。なんだこれ、草か。なんやねんこれ。しゃ、ちっちゃすぎると枯れないんだよ。これいけるかな。食べようとしてる、あのクソ犬。僕はこのゲームやったわ。
1年ぐらいに諦めた。仕事らしくなったもん。あ、なんかやっちゃったんだけど俺。あ、トーチか。なんか忘れてる気がする。まあいいや。ピクルスホップ。もうホップってつけりゃいいと思ってるやろ。重ならないっていうクソなものができただけじゃん。入んないわこれ。食うもんじゃないからなこれ。雨降ってんのかなと思った。雨じゃなかった。あれ枯れてる。枯れてない。こういうやつ。秋の種だから何でも入ってるからね。秋のなんか枯れてるようなのあったっけ。だんだん水やれてるか分かんなくなってくるんだよなこれ。下で見極めるしかねえよな。やれてるかやれてないか。かかし邪魔や。もう寝よ。あ、けど5000ぐらいかかんだっけ。上路進化させんの。そう考えるとな。こうは裏。収穫した野菜全部売り。もう一回売るか。もう1年目は金策でいいやろ。中途半端だからな。買い替えてもないしな。おお、ラッキー。探索いける。待ってるこれ。あ、取れる取れる。あ、これずっと取れるやつやん。ラッキーラッキー。ということはクランベリー無双は無理だってことだよな。もう合ってるよなこれ。合ってない。合ってる。キンキラキン残しとかなきゃいけないよな多分。ここだけ残しといて、あと全部売ろう。なんか単にゲットしてる。出荷しまーす。 It's blackberry season right now. The bush are full of them. I want to pick some, but I lost my basket. Can you help?
木の実狩りのシーズン始まったけどバスケットなくしたの。こいつはさすぐなくすよな。けど俺ダンジョン行くから。あーいいや行こう。今日体力いっぱいあるし食べ物持っていくか。なんかいやもういっぱいあったやろ。これは借りにくい場所にある。マジもう探さんわ。そしたらこれでいいや。いや甘えちゃいけない。こういう一個が命取りになるか。それでもジョーラー持っていく。結局パンツも見つけてないしな。まあそのうち見つけられるやろ。これ回収していかなきゃ。いよいよの時は非常食にしよう。カエルの音なんかな。ピョコンつってんの。装備の位置は完璧。ただし俺がちょっと眠たい。ブラックベリー、ブラックベリーもう冷めたからな。チェリーポッパー、こんだけご飯っていけるやろ。なんなんたまにゲポーっていうの。ゲリー、カエル。あれちょっと待って、60でさ70回ぐらいで終わりかなと思ったらもう一個下あったな。出ましたマックロクロスケ。もう掘るのやめよう。いや掘ろう、やっぱ掘っとこう。ジョウロとかオノとかいらんやろ。わら、いやめんどくさいんだよ帰った時に鳴らすの。いらないと思うんだけどね。いやそういうとこめんどくさがるからよくないんだと思う。いっぱいおるやん。フローズンゴレだよ。戦闘なタレントが次だと思うんだよね。うん、ダメそうだな。掘るか。まず入り口から。これやっぱ100回まであるやろ絶対。だってクエストでさちょっと濃いようが40回までだからな。99回とかやろ。不思議のダンジョン方式やろ。行ってやろうじゃねえかよ。落とせ。ダメ。あれ近く理論が崩壊したんだけど。じゃあ遠く理論だなこれは。落とさんのかお前らも。マジかよ。君らにかかってる。君の参戦を待ってる。ほら落とせ頼む。がダメ。ハートだ。ここやろ。やべこれかなりダリーな。撤退まであるな。やっぱ一番近くから探そう。いやこれと、いや近くだと思うんだけどな。このゲーム優しいからね、あんま遠くにしないはず。ないわ。落とせや。せっかく襲ってきたんやったら久しぶりに重いないと拾ったな。ひー地獄。ここは地獄、地獄。一気に降りれたからな、さっき。お？来た来た来た。らっしゃい。らっしゃい。お帰りください。あった。比較的近くだ。出た幽霊。あったあった。いやこれさあ、ミスった。
これ硬直が投げんだよ。できたらはめたい。おう、ドーン。こいつクソ強いんだよね。そっからええもんくれるけど。おーん、おーんとか言いながら消えてった人いたな、一人。そういえば戦いに。おーん、よし、あと一回だ。頑張ろう。70回になったら次の落ちると思うんだよね、俺。くそ。ドーン。ラッキー。アイテム、あ、これなんだ？これあれじゃない？なんたらイリジウムとかじゃない？ディアモンドだ。ちょっと待って、これ預けろとかやるんじゃん。うわ。売らせてくれや。ダイヤモンドは砕けない。というか、トパーズあんま見なくなったな。やっぱ売らん方がええな、鉱石。多分宝石も収めろとか言われるんやろ。そうだ、言われるわ、絶対。置いとこう。これ多分この辺にあるわ。ほら。あるある、めっちゃある、めっちゃある。やはり近くではないか、これ。ダイヤモンドあるかだけ探そう。が20分ぐらいでミッドのラックスまで割られて終わったかと思ったら跳ね返した。ダブル強いわ。いや、ラット構成だからね。ザイリアイズオーバーランウィズ。これモンスター強いとこやん。オーバーランド意味分かってないんだけど。敵全部倒さなきゃいけない。モンスターハウスでしょこれ。要は違う。これオープーナ倒さなきゃいけないパターンやな。チャージすな、すな、すな、すな。ねえ。A is back。結構7とか食らうんだけど。やかん。来るぞ。剣はね、ガードがあるからな、その辺。すごいすごいすごい。すごいすごい。ガトツだ。無敵だ、無敵。無敵。無敵だけど遅い。あ、右クリシャ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 ッシャシャシャッだ。けどこれリーチが短い。ダメだこれ、弱い。俺の命が持たん。遊んでる場合じゃねえんだよ、早く降りなきゃいけないんだよ。やっぱ弱い。ただでもらえる剣なんてこんなもんだよ。コウモリが来る。あれどこだ。食らっちゃった。あと一回、あと一回ぞ。探しとこう、この辺先に。あ、お前かよ。体力温存法。あ、18なんかな、1と8じゃなくて。夏の終わり。もう夏終わったよ。シュシュシュ弱いし。
おーん。おーん。シシシシシシ。クーユーガー始まるよ。ちなみに妻できました。始まるよ。しょぼーん。できたの？よかったやん。できてないよ、そんな。だって何もしないもん、俺。何もそういうアクションしてないもん。雑草をあげるぐらいしかしてない。いらねえよ、クソ野郎って言われた。ゴールが見えると強気になるかな。ちょっとあなたたちやりすぎでしょ。いらねえんだよそんなに。なんだめやねんな、あれやっぱり。あれパルムエールって言ったよな。プラムだ。何がいらん。これいらん。ブラックベリーいらん。ちょっと待ってよ、けど次の回でなんか拾ったら。おわおわお、なになにこれ。アクアマリンだって。これいらん。よし、降りるか。あそこなんか卑猥だな。いやらしい。ね、そうなるよね。ディ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 ーン。いや、弾がないんですよね。さ、これクソ狙いにくいよな。75 80 85 90 95回。ちょうどいい感じだったな。雨の日しか冒険いけねえな。けど雨の日は水やらんでいいから、こういう風に使っていくしね。エレベーターあんのかよ。エレベーターある。5回ごとにエレベーターつく。チーンっつって。話しかけるの失敗。あ、ミュージアム預けに行こう。ミュージアムもなんかもらえるからね、リワード。種とかもらえるしね。カリフラワーの種とかもらったわ。それは植えもできない。これ多分あれか、コンバットレベル上がったら石の種とか、種じゃねえや、玉とか作れるようになるんやろうな。多分どうせ明日預けに行くやろうから。あ、フローズン。あ、新しいジオダだこれ。ジオダなんて読むか分かんないんだけど。オーナメンタルストーン。この辺はもう預けに行くしかないな、あっちに。これも壊してもらうやつでしょ。なんだかんだでこれ出てくるからいいね。足りないものを補ってくれるね、あれで。お、上がったぞ。 5HP、 ニュークラフトレシピ、ウォーリアーリング。あれ、アチーブメントなし。すんごい。え、なんで。あ、見たらよかった。なんでじゃなくて見ろよな。あ、ええやつができたからか。ありがてえ、ありがてえ。水やり行こうか。ボーナスタイムの終わったわ、水やりタイム。あー、水やりだる。早くスプリンクラー作らなきゃ。
下の方までいかんといかんやな、やっぱり。全自動栽培は農家の夢だよ。オートメーションで、オートメーション。ゆくゆくはプランテーション。これなんだろうな、この気持ち悪いの。ヘルバオンみたいなやつ。ローズバトラーだね。なんでちょっと秋は宇宙みたいなもの。日本だったら何の野菜だろう。わかんねえんだよなこれ。自動化といえばファクトリオ面白いよ。いや、ああいうの俺無理なんだ。無理。もう分かってるから、うわーってなるから。あれもう簡単なやつがいい。あれ、エンシェント種違うぞ。むっくんせっかちだからね。そうそう、多分これも1年ぐらいで満足するんじゃないかな。イラチやからな。あとめんどくさがりやからな、よくない。あ、じゃあこれか。これ別になんかわけやらなかったね。風が強いから前に進めない。進めてるわ。農作物積んでたから。あ、これこれ長い。1週間後の今日、スタンディーバリーフェア in the town square at the biggest event of the year of the yearLoving people from all across the country to your humble town. Humble bundle. If you'd like, you can set up a grand display for the event. Just bring up key item that best showcase your talent. お前の、なんて言うんだろう、ポテンシャルじゃねえや。お前のキャラクターを見せてみろってこと。持ってきたもので最高のものを持ってってやるよ。1週間前に告知してくれる。何持ってこうかな。ピクルス屋さんになろうかな。ジョジョマートで買ったやつ売ろうかな。ジョジョマート5000円払わなきゃ買い物できないんだ。あ、4000円持ってんぞ。あれ、これもう作っていいのでは。鶏飼うか。コケココ飼おう。おお、お前こんなことしよう。ゼウスのじいちゃんが拾おうと思ってたやつ。動物いけるんじゃない。行くか、もう動物。動物の森だしな、このゲーム。ドネイト。ダイヤモンドダスト。ほい。おお、これは？ああ。あれ、こんだけ？あ、そうだ、これ砕いてもらえず。じゃあな、デーブ。何もしねえからな。お？ルナライト？アーティファクト？イリジウムだ！深い階で拾ったやつはいいもんだ。太鼓だ。コキン。よしよし。ゴーストクリスタル。いや、これもちょっとね、これも言ってもいいかもな。どうせずっとさやるんだったら。200円、300円、200円。いや、動物行こう。ゴールドまでしかないしな。てかゴールドあんまないし、あのお化けが落とすぐらいやな。おっちゃーん、持ってきたで。チンコ飾って。ここ宝石置き場なんだ。何もくれねえし。これなんやねんな、これ。何もくれねえし。お、なんかくれるぞ。
ドラムブロック、プレイドラムサウンド when you を踏んだら音が鳴る、 can be placed inside your house。 インテリアですね基本的に。これは全部今回は、今回は動物行こうと思ったけどお金足んねえわ。どけや、ちょっと大工の姉ちゃんとこ行こうぜ。役に立たない。なあ、基本的にそういうものを全部しまってるから。またもやってんのそれ。ここの町28人しかいねえんだけど、ラグビーなんかできるわけねえんだよ。その中2人ババアとジジイだし、残りの2人クソガキだし。おいお前仕事はどないしたん。ブループリント、嫌なやつの家の前にそのドラムを構成。 Any materials はブループリント、ああそういうことか。いやショップ悪い豊かってさ、嫌なやつの前出れなくしちゃう。え、なんでよ、あいつ何してるの。え、行ってみよう。どっか行ったんやけど、あいつもしかしたらデミトリスが留守してるかもしれない。オン、モスト、ダイス、わかんない、モストデイズがわかんない、モッドモビ、臨時休業、ファック、自由に仕事する、わら、ふざけんなよ。モストデイズ自由か。セバちゃんがローズ、そんなんねえわ。病院行ったことないんだよな俺が。行き倒れた時テンテンテテテン、エナジートニック強っ。何これ、 When you push your body too hard drink、 わかんない、多分あれやろな、キュアみたいな感じやろな。ジャンダラップされた。なんか、あ、別に誰でもいいんだ。100円もらった。あいつの好感度爆上げやろこれ。ダメだったトウモロコシダメだったわ、バツついてる。1回あげたってことかな、2回までしかあげれない。嫌な贈り物って、嫌な贈り物だった。トウモロコシダメなの、トウモロコシ嫌いなやついんの。トウモロコシもらって喜ぶ女の子なんていないよそうな、実用的かなと思ったんだけど。うんこの中につぶつぶ入るの嫌なのかな、歯に詰まるからなのかな。不定寝します、昼から出ます、おはよう。ナスならよかった、あるよこのゲーム。おはよう、置けねえし。あったあった。ゴミ入れ。あ、これはなんか面白そうだし、置いてみるか。ちょっと、ちょっとそれは困ります。いらねえこれ。ポスポス入れだけやん。あ、蜂蜜できてる。僕は蜂蜜が好きなんだな。違うわ、プーさんどんなんだったっけ。ポスポス、わらわら、ポスポス、ポスポス、おもおもおも。全然野菜できないし、スプリンクラー全然役立たないし、びっくりするが役立たんし、あれ結局大体なんか早くできてる。水やってなかったんだなこれ、多分一回わけわかんなくなったんだな。スプリンクラーシフトにしたからや、これスプリンクラーあるからもう見逃すことないわってキツキツにしたらスプリンクラー4箇所だけっていう、本当に4箇所しかやんないっていう、クソっぷりに呆れましたわほんまに。もう
さないんだよね、コーン。終わった。あ、4000ある。キー持ってった方がいいんだよな。何いるんだっけ。 SVT 電車。 If you pleasure to info you are that your farm will be in next 来週 upcoming column of the story and valley tribune congratulation。 なんか当たったらしい。 is your quick progress。 よく分かんなかった。まあいいや。お祭りあるからお金置いてた方がいいな。お祭りに備えなければ。ハンベリーも取っとこう。ちょっと トウモロコキ売っちゃう？いいよ。ハチミツ結構溜まってきた。うるせえな。クランベリージャムじゃない。新聞に出る？新聞出んの俺。マジやべえじゃん。てマジ有名人やん。そういえばキノコ屋さん見に行くの忘れてたな。なんかいいキノコあるかな。あるあるある。ノーよ。キノコか。キノコ嫌いなんだよな俺。チャンテラレベビーちゃんちゃんチャンテラーレチャンテラーレなななな。このキノコ預けなきゃいけなかった気がするな。ありったけの木と岩持ち出してやってますように。休みじゃありませんように。確か水曜日はね、あのお店は休みなんだよね。今日何も落ちてないし。公園も何も落ちてないんだよね。まず人がいないからな。鳥だわあれ。鳥バードだ。冬はあのおっさんどうするんだろうな。黄色のおっさん、ゼウス裸でおるんかな。てかもうあいつ最近見ないんだけど。追い出されたんかなこの町から。やってた。おお、バクったバクった。たまにバクって聞かなくなるんだよね。アイロンランプ。ハウスじゃなくて、別にハウスは別にいらないんだよ。いけるぞ。けどちょっと頑張ったらこれいけるんだよね。けど家畜も高いんだよね。これ鶏以外なんかいけるのかな。お、4マスか。家の拡張ってさ、どんな感じで拡張されるんやろうな。家の拡張ってどんな感じでされるんだろう。
草が大切。次冬で消火熱買っていいのかな今。ここにいっぱいあるから、まだ無双できるから。いいのかな、ここ置いても。お金は多分大丈夫、生えてくるから。まだあと18日あるから。センターに入れないで全部売ればいける。草がないとチキン死ぬわ。草？大丈夫でしょ。シャボン。チェリー。午後の最高級品がいる。まあ卵でないだけ。この辺無理だな。分かった、その辺はもう大丈夫、教えてもらわなくて。ダメだったらダメだったで反省するから。死なねえんだったらいいやろ。俺グレープ持ってた気がするんだけどな、売っちゃったんかな。これ拾えるもんだけどさ、1年通してだからさ無理だよな。あのキノコ別にいらないやん。まあ箱なんぼでも作れるからな、置いときゃいいや。96円しかねえ。9個のアイテムでしょ、とっておきの。今まで全部イベント失敗してるからな、ちょっとそろそろええとこ見せたいな。街の人に認められたいという自己承認欲求を満たすために。木を切るのはめんどくさい。なんかやってる。やっぱリアルだな、時間かかるの。また木いっぱい取らなきゃいけないし。来た。そういうことかよ、秋の味覚ってこっち系か。しょうもないのしかできないんだな。キノコだったわあれ。ここで一気に金入ったで。これタダでもらったやつだからね、なんかのついでに。しかもこれもできてんじゃん。あ、グレープできたから、あれ埋めたやん一個。あ、これまだ取れるからな。取れないのもあるわ。これでちょっと楽になるな。伐採、伐採じゃないや、なんだっけ。ファーミング生活が楽になる。なんかうるせえな。あ、上か。あいつか。ファームが。イリジウムバー取りに行かなきゃいけないよな。これで乱れてるかな。こんにちは。ポンポンうるせえなあいつ。家の拡張別にええかせんで。いつできるん、予定日は。ベンダーコンストラクション。キノコ生えてるかな。生えてない。んー、ダンジョン行く体力でもないよな。あ、できてるできてる。水やりちょっと楽になったけど相変わらず大変そう。いやだるいよ。
いや、スプリンクラーがさ、もっと楽にいけると思ったんだけどさ、そんなことなくてさ、えらいことになったんだよ。あれ拾えないし。スプリンクラーシフト引いたんだけどね、全然ダメだった。こことこことこことここ、この4タイトル十字にしか水やってくんない。ゴミ、マジゴミ、何も使えない。わ、なんかいっぱいあんな。どうしようこれ。これ納品しに行くやつで、ブラックベリー、ブラックベリーいるやつあったっけ。こっから入れれるようにしてくれよな。これ蜂蜜でしょ。キンキラキンのブラックベリーとかいらないのかな。パンプキンも埋めてんだ。パンプキン無双もあるからまだ。これ魚だ。これだね、クラフトルーム。グレープ、通常グレープで1本ね、1個埋まったね。この辺が、あれこれ何、メイプル、下の農場の左にスプリンクラー売ってる、時々。下の農場の左、あ、マジ？それは助かるな。何すんだったっけ俺。ちょっと待てよ。グレープを1個入れに行くわけやん、今から。何やねんこれ。珍しいもの売ってくれる馬車が来るね。うん。けどそんなまだ聞きないわ。全部売るわ。あ、戻ってこないもう。これでいい。また取れるし、お金がないからね今。やっぱ金が大事だから。スプリンクラーだけはもう早く欲しい、本当にクソめんどくせえ。いやそんなないっぽい、まだないきれいでしょ。ちょっと待ってよ、農場でさ、あ、もうイライラする。農場でさ、買わなきゃいけないやん。そのお金がまずない気がする。あ、キノコ、あ、ここまだ見て、あれこれあれか、あれここあれやん、帽子屋さんのとこやん。繋がってんのか。あれこれあそこか、あそこか、上が農場か、あそこか、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 待って、ちょっと待って、誰か出てきた音したぞ。そうだ、めっちゃかかるんだった、忘れてた。あ、まだ値段見れないわ。仲良くならないと大変だ。ここあれ、あのクソガキヴィンセントとかの家か。ここお前言っちゃったよな。ここキとかなくなったからな、おらなきゃ。キが一番なくなったよな。かといって自分とこの木はやりたくねえな。
ソガケイ、ヴィンセントクソガキヴィンセント君。アライアンスどうなったんだろうな、見たいけどな、見たら多分エンコーダーがちょっと重くなるからな。あ、じゃあテレビで見たらいいんだ、クロームキャストで見たらいいんだ、忘れてたわ。ノーパスもあるわここにいろいろあったわ見るしな。左クリックしながら、坊主画面眺めるゲームなんてつまんねえよまだ眺めてんの、これどうやってクロームキャストやね、これだったっけ、またポーズしてんの、よしよし、C95 タブレットでやってるやん。結構埋まってんね、まだあれやのに。グレープのおかげでクソ儲かった。これで鶏代稼げたぞ。あ、え、あ、あー、あと1週間ぐらいあったよな。おっせえなあいつマジ仕事。トウモロコシええなこれ、水やんのクソめんどくせえけど。冒険の旅出てえよな。ミュージアムにグレープ入れに行くか。ミュージアムじゃねえだ、なんだっけ。っていうかベリーもあれなんだな、ずっと行けるんやな。以前帽子かぶってないやん、かげるって悟ったんか。これはいかん。なんでこんな UFO の音するんだろうね秋って。汚いし画質悪いな、なんでや今日さ。クロームキャストでさ、あの Twitch のアプリからさ、あのテレビとかに出力するとさ、残り画面がもう切り替わって、あのチャット画面になるんだけど、もうずっとクソみたいなギフイットなんたら G2D のことまだ言ってるし、死んだんだよあいつは。消されたんだよ。エンシェントシードなんかもしかしてさ、作る植えた月によって変わるんかな。変わんないやろ、だって月またいでんだもんな。同じのができるくせえな。水やれてるかわからないんだけど。グループ全部いっちゃう。ダンジョン行くか。クランベリージェリー、キノコ入れれねえよ。キノコもう食べよう、食べるもんだこれ。グレープは入れに行くんでしょ。あれ作れるんじゃない。ソップがあんまないんだよね。スナックが作れない。ここまではいけるやろ。預けるのが、うん、置いていくわ、置いていきます私は学習しました。そしてカモミラグレープと、グレープは納品してから行く。キノコはなんかとりあえず持っていこうなんかしないけど。
よし、ちょっとエナジーないけど、まあもう5回ぐらい降りれるよ。くそら汚いな画質、リキッドにネイチャー取られてるやん。うわこれ負けたんちゃう、あらんやつ。アドブルビーマスどっちだ、もういいや、どっちでも見れるけど首右にしたら痛いから見ません。もうグレープどこだったっけ、ここだった気がするな。この対戦中ずっとんぷ取られてる。あそうなん、お前ネイチャー強いからな。できた、咲いた、夏夏、あまた新しいとこが解放される。やだ、何をやれっていうの、スプリンクラーとかかな、やなのかよ。あこれはいけるいける、ブラックスミスバンデル、これなんかいいのもらえそう。あいけるいける、あファイヤークォーツまだないけどいけるいける、ボイドエッセンスないけど、ボイドエッセンス、あじゃあボイドエッセンスだからこれ重要よ。あと1段階ぐらいだね敵強くなるの。行こうか、いけるいける、よし。あもう最近タイマー使わないんだよダンジョン。なんかダンジョンくらいのストレスと思って修正したんかな、明るく。え、そうファックやん。うわ返り討ちパターンだこれ、危ない。行くで行くで、マジこれさ、この金棒、この金棒マジ助かってるわ。マインカートもうちょっとねー、しょぼん、まあ、やべえや、そうやってさらっとネタバレしてくるの。新しいやつ出てきた、あやべえこれ無理だ、射程がさ、射程がさ、まあ下の文に書いてあったし、射程がさ、書いてあった、すみません僕読めません、鉄はいらん、あいつ強すぎるからもう行こう、とりあえず下目指そう。今雑魚好きやんそれ、よく読んでんな。いや雑魚だよあれ、なんか70回ぐらいもらったんだけど全然嬉しくなかった。毎回いいとこでね、なんか星付きオープーナーがねくれるんだよ、いいアイテム。ちょダメージ食らいすぎてるけど不安なんだけど、ダンジョンみたいになってきたぞ普通に。あれなんだよ、この距離で保てばいける。こいつウェイトあるんか、一回振ったら逃げなきゃいけないな、何も落とさんし。あーあったあった、近くじゃなかった、あいつパッシブだからもうほっといていいな。意外と狭いけどここ、この辺にあるんじゃない、基本的に近くからね。やめい、来るぞあいつ、ドーン、あお骨投げてくる、反抗的な態度取るようになってきたぞこの骨、食べとこう、タンゴを早めに食べるからな、どったでも。あの骨全然パッシブじゃなかったわ、アグレッシブだったわ。
お、こんなとこかよ。もう外人がまとめてあるんだろうな、降りるとこなんて。けど俺は甘えない。苦行を耐えるぞ。エスポ死んでんじゃん。負けたな、これ。負けてないわ、勝ってんのか。たまたま死んだだけか。じゃあエナジーがクソほど減るんだけど。あと1回なのに、あと1回だからいっか。マッシュルームええな。エナジー結構回復すんな。食べとこ。あ、来た、コウモリ。コウモリ道作ってくれ。我に来たこれこれ。あ、アイテム拾ってくるの忘れた。あれ、5階なのに何もないってどういうこと。やべやべ、骨投げてくるし、取れん。ちょっと待って、これ割れダメじゃない。多分いける。あ、いけるやん。クリティカル出た。こう割れんのかな、この。あ、ただの石か。ちょっと凍ってるだけのただの石やな、多分。あ、いけるわ。積んでないっす。あれ、じゃあもう80回で終わりかな、これ。だけど80回で終わりだったらボイドなんたらがゲットできないからな。そんなことなさそうやな。せめてあれだな、下に降りる階段の爆笑台の池でも見つけて帰るか。あとはやはりすぐ近くにある。だいたいすぐ近くにあるって。いけるかな、もう一回。ちょっと HP 的に厳しいか。この辺にあると思うんだけどな。この辺にある理論。さっきは75階はすぐ近くにあったよな。ねえぞこれ。あ、やべ、体力やべし、今気づいたら。2回でいけるから全部やっちゃおう。ダメくせよ。ダメでした。何の成果も得られませんでした。いつできるんだろうな、あの鳥小屋。いや、4時だし終わるか、そろそろ。夏の種もあるし。ジョウロ置いてきたんだった。これにしとこそ。ゴールドバーあったかな、あった気がするな。1個星が落ちてる。あ、これ俺のだった流れ星落ちてると思ったらはめられた。めっちゃ働くやん、あいつ。これ夜中のうちに作っといてくれるんかな。あ、砕いてもらわなきゃいけないですか。これあれだな、あんま動かんでも開けれるようにしたいな。あれ、種どこ行った。記事にあったトフニのテストだかなんだかって参加するの。そうだよ、あれはクリックしたら参加できるよ。グループ入ったら参加できるよ。別に俺が参加したいからできるわけじゃないよ、あれ。向こうが決めることだから、ランダムで決まることだからね。よし、じゃこれで終わりだね。
でねねねねん。これでセーブ完了だからね。ここまで行かなきゃ終われないからな。おしまい。あ、やっぱ寝ててもできるんだね。どんな感じかだけ見よう。あ、できてる。しかもお金もめっちゃある。始まるよ。まだ始まんねえっつってんだろ。できてる。ちょっと値段だけ見に行こう。値段だけ見に行って続く。なんかできてる。ここ道作っても作っても潰されるんだよな。早く枯れろよ全部。お金まあまああるで、2500円あるで。こっちか。9時からだって。ちょっと釣りして見て終わるか。釣りしても意味ないからやめよう。開いた。あー、くっそ、出た瞬間ならいけたのに。お前そこ住んでたな。くらえってし。あ、そうか、ここの家もこの家町のちょっと外れか。閉まっている。フローズンティアインクルーザーウェアラーウィズウォーリアーエナジーアフタースレイングモンスター。ウォーリアーエナジーって何だろう、覚えるんかな。はい、そうだし、こういうなんか全員でギャンクみたいなのできるようになりたいよね。パブで牛だ。ああいう車も可愛くないよな。お、100円しかもらえなかったけど、あんだけ苦労して作って。開くぞ、開けてくれ。まあまあ高い。ビッグバーン、デラックスコープ。あ、鶏のとこ拡張でもいけるんだ。なんか2匹別にいけるぞ。豚かなこれ。これを4匹まで飼えるらしい。以上、続く。